今までやっぱりずっと、まあ、全体の e スポーツのタイトルの中だと低空飛行だったと思ってる、まあ、割といつまでこの状態が続くのかなっていう不安というか、まあ、染みついてますよね。とにかく選考が大変だったんですよ。すごい応募してきた人の数がすごい多かったんで484人だったんですね。でやっぱね、あの人もこの人もってもったいないなってやっぱ思ったんですよ。もともとこの格闘ゲームの世界に必要だなって思ってるのは、まあ、キャラクターを持ったプレイヤー、まあ、今でもいる方だとは思うんですけど、まあ、そういうふうに言ってもらえること多いんで個性ある人たちはいるんですけど、やっぱり大いに越したことはないし、ずっと同じメンバーでその業界が回っていくっていうことはちょっと危ないなっていうのは前々から思ってたんですね。で、まあ、幸いそのスト6っていうゲームは当たってはいるんですけど、まあ、そこにあぐらをかいてちゃいけないなっていうのがあったんで、これを取るかどうかは置いといて、なんかそういうキャラクターを発掘したいみたいな気持ちっていうのはもう結構前からずっとあったんですね。ただまあタイミングがないしピースがはまんないような感じだったんですけど、SFL に自分が出ないっていうことを決断して、で SFL のメンバーとかって見た時に、なんかゲームも変わるし俺を出せよっていう気持ちの人たちっていっぱいいそうだなって思ったんですね。 SFL に出たいとか、あの海外大会出たいって、やっぱあとゲームが変わった時ってそういう人たちがワンサーが出てくるっていうのを経験から知ってるんで、そういう人たちを埋もれさせたりモチベーションを下げてしまうのはもったいないなっていうのがあったんで、自分にできることなんかあるだろうっていうことで、まず最初に思ったのは SFL に俺らを出せよっていうメンバーを集めるっていうのが最初の思いつきだったんですよ。しかも今回後半でメンバー変えれるんで、実際それが現実にできるかどうか分からないですけど、めちゃくちゃ強かったらとあるチームの後半戦に出れるかもしれないっていうイメージもあったんで、ただそれだとちょっと、まあ、プレイヤーの幅、プレイヤーというかその参加してる人の幅が狭くなっちゃうんで、今回みたいにジャンルを広げて、その代わり審査というか取る側の、数を増やしたっていう感じですね。まあすごい応募してきた人の数がすごい多かったんで484人だったんですね。結構短期間の1週間がそこらなんですけど、でやっぱね、あの人もこの人もってもったいないなってやっぱ思ったんですよ。見たい人たちは9割方見れたんだけど、まあ、一人一人の時間が短くなってしまったなっていう、あ、もっと喋りたかっただろうなとか、まあ、そこはちょっと、もったいなかったなって思いつつですね、やっぱり10分でも十分アピールできる人もいるんだなと思いました。それはその人のキャラクターとかプレゼン能力の高さとか、そもそもの持ってきたその経歴とかっていうことで、10分で足りないっていう時点で少し、まあ、この企画にっていう、あくまで企画の目線になっちゃうけど、まあ、インパクト不足だったり実力不足だったりするのかなというのが、まあ、印象ですね、全体のね。ソナイボンさんの絵はすごく気に入りましたね。であとちょっとムーンライさんっていう映像チェンソーマンの PV とか作ってる人たちは、まあ、お仕事がすごく丁寧でセンスのあることをされるんだろうなっていうのはありましたね。であと最後の枠、ヨシワさんとリコチさんと、まあ、あの枠はもう全員インパクト強かったんですけどね。なんていうか、もうダイレクトに自分のプラスになりそうだなって思ったのは荒木屋さん。プレイヤー梅原としてめちゃめちゃプラスな人なんで、結構ギリギリまで決めてなくて、こう言ってしまうとあれなんですけど、尖った志願者というか格ゲーマーにいなかったんですよ。なんか知ってる人は多いなみたいな。これはやっぱりその人の魅力で何かをするっていうよりは摩擦で魅力を伝えていくしかないなって、要するに対決することで魅力を引き立たしていくみたいな。 でもそれをあの分割すると分かりづらいんで、ひとまとめにしようっていう、最初は前半にするつもりだったんですけど、後半でも大丈夫そうってことになったんで、じゃあ鳥はやっぱ格言するかということで、本当の新しい企画っていうのは一旦これで終わりですかね。まあ、もし何か、配信の企画を思いつくことがあれば やると思いますし、まあ、これが好評でもっと出たいとか、なんかその派生できそうだなと思えば、俺と2回目をやるっていう感じでいますけど、とにかく選考が大変だったんですよ。484人なんですけども、とにかく
5時間近くかけて選んだんですね。だからちょっとおいそれとはやれないなっていうかめちゃめちゃ大変だったんで、参加してみて、まあ嬉しいような悲しいような、やっぱりそのインフルエンサーというかそういう、まあ、有名ストリーマーの影響でこんなにも一気に広まるんだなっていうか、まあ言ったら自分たちが今までその地道な活動をしてきたと思うんですけど、まあ、それでちょっとちょっとずつ増えていったものが一気にドカーンと増えたんで、まあ、ゲームの面白さっていうのは大前提にありますけど、なんか半々の気持ちですよね、うん、お方プラスですけど、でもやっぱストリーマーの方たちがずっとスト6を続けてくれるとは限らないんで、やっぱり格闘ゲームがメイン、格闘ゲームがとにかく好きっていう人たち、なるべくそこで盛り上げていく必要がある。もちろんそのストリーマーの人たちがやってくれる分には嬉しいんだけど、頼っちゃダメだよなっていう感覚ですね。そうですね、めちゃめちゃこっちはなんか技術とかタイミングとか駆使してた感じなんですよ、個人的な感じ。ただあの大会に関してはそうやって技術を駆使してきたけど、むちゃむちゃパワーあるやつに負けたみたいな、なんかそういうやっぱ腕力ってやばいなみたいな。でもこれは全然もちろん悪い意味じゃなくて、それだけやっぱり彼らが気づいてきたものが確かなものだったんだなっていうか、やっぱ数字持ってる連中を呼ぶっていう、そのシンプルだけどめちゃめちゃ有効だなっていう。まあ一応プロチームっていうものに実は入ったことがなくて、これまでどこにも所属しないで、まあ言うたらなんとかやってこれたわけで、入ることがどういった変化を招くのかっていうのは少し怖いような気はしますけど、まあ、そこまで否定的な気持ちというかがあるわけでもないっていう感じですね。どうなんですかね、まあ、今までやっぱりずっと、まあ、e スポーツとはいえ、まあ、全体の e スポーツのタイトルの中だと低空飛行だったと思ってる、まあ、割とあの他のねビッグタイトルに比べると、っていうので、なんかそのいつまでこの状態が続くのかなっていう、まあ、不安というか、まあ、染みついてますよね。そのあまり注目されてないジャンルっていう期間があまりにも長かったんで、まあ、そっちがなんか自分にとって当たり前になっちゃってますけど、もしかしたらスト6はこの盛り上がりが継続していくんじゃないかなっていう、まあ、そういう風に思えるぐらいやっぱ人気もあるし、ゲームもまあ作り込まれてるんで、久々に期待したいなっていう感じですよね。期待しちゃおっかなみたいな、